大阪大学タンパク質研究所の金城です。今日は日本タンパク質構造データバンク PDBJ というデータベースを使ってタンパク質の立体構造のデータをどう読み解くかということについて講義と実習を行いたいと思います。まず PDBJ あるいは PDB とは何かという説明をしまして、まずざーっとウェブサイトの使い方を復習します。で、それからウェブサイトの基本をやった後にデータフォーマットの読み解き方、これ結構込み入ってるデータなので詳しく説明したいと思います。で、その後PDBJ でいろんなサービス提供してますけれども、それをいろいろ少し説明します。で、随時演習問題を加えながらやりたいと思います。で、まず立体構造データベース PDB と通常呼びますけれども、どういうものかといいますと、これ世界的な組織でして、正式なワールドワイドプロテインデータバンクという組織があります。で、これは日本だけじゃなくて、アメリカとヨーロッパと3極で共同して運営してまして、世界中で立体構造の構造決定をした研究者がですね、論文を発表しようとすると、まずこのデータバンクにデータを登録するということが必要になります。で、その登録作業というのを日米欧で手分けして行ってですね、で、日本の場合は主にアジア、オセアニア地域の研究者からデータを受け取って登録作業をするということをします。で、それで登録されたデータを日米欧で全部共有しまして、同じデータを世界で同じ時刻に、日本時間の毎週水曜日の午前9時ですけれどもに公開するということをしています。で、そのデータは全部無償で公開されてますので、どなたでも見ることができます。で、ここ日本の PDBJ ですけど、その他にアメリカの RCSB-PDB というのと、ヨーロッパの PDBE というのがあります。で、それに付け加えて、アメリカと、日本でちょっと手伝っているBMRB というのがありますけれども、これはちょっと特殊なデータで、NMR に特化したデータベースになってますけれども、これも PDB のメンバーとして一緒に活動しています。で、BMRB 以外の3つの PDBJ、RCSB、PDBE は主にタンパク質の立体構造データを公開するということをしています。で、この他にも EMDB といって電子顕微鏡のデータですね、も PDB の一環として公開しています。で、今言ったように PDB のやってることは主に2つありまして、まず世界中からデータを受け取って登録するという作業です。で、もう1つが公開で、データそのものは日米欧で同一なんですけれども、データを提供する仕方ですね、サービスについては日米欧で独自に競争的に開発していこうということになってまして、サービスの仕方は違います。なので、好みに応じて好きな方を使っていただければよいと思いますが、今日は日本の PDBJ のサービスのみを紹介します。で、まず PDBJ.org というサイトを開いてもらいますと、こういうページが出てくると思いますんで、まず見てみます。Mac の方はサファリを使うことをお勧めします。 Chrome でもいいんですけれども、サファリか Firefox でもいいと思います。 Chrome でもいい、大体いいんですけれども、一部使えない機能があるみたいなんで、サファリを使ってみますね。で、PDBJ のサイトを開くとこんな感じになってまして、ここが現在の登録された構造のエントリーの数ですね。で、ここに最近公開されたエントリーがランダムに適当に表示されます。で、大抵のことはここで何かキーワードなりエントリー ID なり入れると検索できます。
非常に簡単ですね。で、教育的なコンテンツとして今月の分子というのがあって、毎月あのアメリカにいるグッドセルさんという方が、まあ、タンパク質のを一つ選んでコラムを書いてるんですけれども、その翻訳記事も載せてます。で、基本的にはエントリーの取得ですね。これが一番基本になります。で、キーワード検索と、もうちょっと構造を独自の条件をいろいろ指定して検索する詳細条件検索というものがあります。まずはですね、まあ、非常に簡単で PDB ID をここに入れてリターンキーを押すだけで、まあ、エントリーを取れますが、あと例えばあの PDB ID と言っても分かんない人がいると思うので、あの例えばですね、 HGOF というのが PDB ID ですので入れてください。まあ、何かあの論文とか構造の論文とか読むと、あの大体後ろの方に PDB ID というのが載ってますので、それを入れて、何か知ってる方がいらっしゃればそれを入れても OK です。で、 PDB ID 入れると、あのこういうサマリーページというのが出てきます。これが HGOF というのを入れた場合のサマリーページですけども、 PDB ID というのは大体数字一つで始まって、アルファベットか数字3文字で表記された、まあ、4桁のコードです。で、ここにデータ あのタイトルがありまして、まあ、ここにざーっとサマリーが書いてある。で、まあ、大体これがどういうタンパク質かだとか、どういう生物種から取れたものかとか、あと論文が発表されていればその論文の文献情報ですね、そういうものが載っています。で、こちらの方にあの構造の絵がありまして、クリックするとあのビューアーがあの開けるようになってまして、これであの構造をいろいろ動かして見ることができます。で、データそのものをダウンロードしたい場合には、この辺からあの適当なファイルフォーマットを選んでダウンロードすることができます。で、あの、まあ、最近ですと PDB のデータに興味を持ってても、まあ、それだけで閉じた研究とか勉強なりをすることはなかなか難しいので、あのこのエントリーに関係した他のデータベースのエントリーへのリンクというのもあのいろいろ揃っていますので参考にしてください。で、これサマリーページなんですけれども、これだけではもちろんあのデータは尽きてなくて、まあ、他にいろんなデータがありますので、それをタブでいろいろ区切ってあの分類しています。で、基本的なのは構造そのものに関する情報と、それがどういう実験で決まったのかという実験情報と、もし機能について何か知見がこの構造から得られていればそれに関する情報、そしてあのこのタンパク質と似たようなタンパク質は PDB にもあるかもしれませんので、そういうのがあればあの検索するような機能があって、まあ、相当タンパク質と書いてますけれども、そういうものがあります。で、あとファイルのダウンロードですね。あの PDB はちょっと歴史的な経緯でいろんなファイルフォーマットが、同一のデータなんですけれどもフォーマットが違っているものがいくつか用意されてまして、まあ、そういうのがダウンロードできます。まず構造情報ですね。これ実際見てみた方が早いと思いますけれども、これがサマリーページで、構造情報、これまずあのこのエントリーの中にどういう分子が含まれているのかというもののリストがブラーと書いてますね。で、一つはガラクトソプシダーゼという、これはタンパク質ですね。でポリマーで対応するユニプロットの、まあ、タンパク質の配列のデータベースですけれども、ユニプロットの ID が書いてます。で、ここ由来する生物種ですね。で、これタンパク質がメインなんですけれども、それ以外にも例えば銅イオンとかですね、ナトリウムイオンとか酢酸などで、あと水分子ですね、そういうものも X 線の結晶構造の中に見えているということなので、まあ、そういうデータも入っています。で、こういうのはあのポリマーじゃない化合物に関してはあのケミカルコンポーネントディクショナリーというのが PDB で用意されてまして、それ化合物のを定義した辞書なんですけれども、まあ、そういうもの
に対するリンクが貼られています。でもうちょっと下に行きますと配列ビューアーというのがありまして、ポリマーに関しては、この場合タンパク質ですけれども、一文字表記で配列がずらーっと並んでて、二次構造が書いています。でもし何か修飾とか、変異とかあれば、まあ、こういうところに印がついています。このタンパク質はオールベータタンパク質といって、まあ、ベータシートしかないタンパク質なので、まあ、この黄色の矢印ばっかり出てくるんですけれども、ここにアルファヘリクスが一つありますね。でこういうここで記されたのは、何か他の化合物に結合しているサイトがこういう印についてますけれども、この場合は、酢酸、この構造に含まれている酢酸と接触している残基出ないです。酢酸に結合しているサイトです。こういうのがありますね。ありがとうございます。その下には、非対称単位の内容と書いてますけれども、ポリマーが、1個あって分子量がこれだけあって、でノンポリマーが4つあって合計の分子量がこれだけあると、まあそういうことが書いてますね。でここで非対称単位というのが出てきますけれども、これちょっとX 線結晶解析の独特の単位でして、結晶っていうのはまあ同じような光子がたくさん並んでいるものなんですけれども、その一つの単位光子の中に含まれている分子の種類ということです。でこの非対称単位に含まれている分子そのものが実際の体の中で働いている単位とは限らないですね。なのでものによってはそういう体の中で働いているであろう単位を、まあ、結晶の対称性の操作でですね復元して使わない見ないとバイオロジカルな機能というのはなかなか分からない場合もあります。でそういう例というのはちょっと後でお見せしたいと思います。でこの場合はたまたま非対称単位というのがバイオロジカルの単位と一致してますので、ここに AU イコール BU と書いてますよね。これはアシンメトリックユニット、非対称単位がバイオロジカルユニットと等しいということなので、この場合は、まあ、たまたまこの構造でよろしいということになります。で実験情報というのは、まあ、これは構造そのものに興味があって実験には興味ないという人には、まあ、別にいらないページなんですけれども、まあ、X 線結晶解析とかやってる方には、まあ、ちょっと参考になるはずのページですね。であと本当にこの構造大丈夫なのかなという場合にも、まあ、この辺ちょっとざーっと数字を見てみると、まあ、信用できそうな構造か、それともちょっと注意が必要な構造かというのが分かったりします。今日はその詳しいことはあんまり説明しません。で機能情報ですけれども、まあ、この場合あまり機能情報がなくてですね、これサイト ID と書いてますけれども、タンパク質の中で、まあ、化合物がいくつか含まれてて、それに接触する残基というのは、まあ、多分機能に関わる残基だろうというふうに推測できますけれども、そういう機能部位かもしれないところに名前をつけてですね、まあ、そういう、ものがどういうものとくっついているのかというのを、まあ、こうアノテーションしているものです。でこれサイト ID というのが CU という ID がついてますけれども、これは銅に結合するサイトであると。でそれに含まれるアミノ酸残基は5残基ありますよというのが書いてます。でこれそこをクリックするともうちょっと詳しい説明がありまして、まあ、AA という鎖の中に、まあ、この場合1本しか鎖ないので A しかないんですけれども、こういう残基が含まれてて、
この五残機ですね、この五残機が銅と結合しているというのが分かります。でこれは AC1 って書いてますけれども、まあ、こういう残機がこれもこれ AC1 というのはこれはこのカッパーですかねに、結合しているというのが分かります。で相同タンパク質ですけれども、これはこれクリックすると裏でブラスト配列検索のプログラムをブラストが走ってですね、PDB に含まれるタンパク質の中でこのエントリーのこのチェーンと似たものを探すということをしています。でこれでまあずらっと出てきまして、まあ、似たものが出てきて、まあ、アライメントがこう表示されるんですね。でもしパソコンに適切なソフトウェアがインストールされていれば、まあ、この前 Java ですけれども、もうちょっと詳しい構造の重ね合わせが見れます。これ、まあ、JV っていうのはこれ PDBJ で開発しているビューアーなんですけれども、最新の Java が入っててちゃんと動いてないとダメなんですけど、まあ、それがインストールされていると、まあ、こういう重ね合わせの絵が出てきまして、ちょっと見にくいですが、まあ、この辺が似てる構造で、似てる配列の部分で、まあ、青が今のエントリーですね。赤が似てるもの。でここがよく似てて重ねることができると。でこれは拡大すると分かるんですけれども、こんな感じになってます。まあちょっとこれだとあんまり遠近感なくて見にくいですけれども、まあ、この辺がよく重なっているというのが分かりますよね。まあこんな感じでいろいろ見ることができます。で次にですね、ファイルのダウンロードですけど、こういろんなファイル形式があるんですね。伝統的に使われているのはこの一番上にある PDB といういわゆる PDB フォーマットという形式なんですけれども、まあ、それをダウンロードできます。でこれはまあPDB 始まったのが1970年代の初めなんですけど、まあ、その時からずっと使われているフォーマットで、まあ、人が読むにはいいんですけれども、コンピューターで処理するのは非常に厄介なフォーマットで、近い将来使われなくなる可能性があります。というのもこれ見てもらうと分かるんですけど、まあ、こういうファイル開くとこういう形で書いてあるんですけど、これ幅がもう制限されてるので70コラムしかないという制限がありまして、でこれ最初の6コラムに、まあ、なんかタグみたいなのがついてまして、その後にで実際でアノテーションが書いてあるというそういうフォーマットです。これはユニプロットとかでも使われているようなフォーマットとよく似てるんですけれども、まあ、これずらずらずらっと書いてまして、これずっと下の方に行くと原子座標の情報が書いてますね。アトムというのがこれ原子の座標の情報ですよというタグですけれども、ここに原子の名前があって、残機の名前があって、チェーンのポリペプチド鎖の名前ですねがあって、残機の番号を XYZ 座標、これX の場合はオキパンシーけども、でこれが B ファクターですね。揺らぎの大きさを表す。でこう最後に元素記号が書いてあります。なんですけど、これこの数字の桁数がですね、もう
ックスされて固定されてまして、10万個以上の原子が入らないという制限なんですね。でこれも8桁までしか書けないとかですね、まあ、いろんな制限があって、最近ウイルスのキャプシドとかですね、リボソームとか丸ごと構造が決まったりするんですけども、そういうのがもう入らないんですね、このファイルには。なので、そういうでっかい構造が最近決まると、もうこのフォーマットでは公開しないということになってます。なのじゃあどうするかというと、MMSHIF というフォーマットで公開するんですね。あるいは PDBML で公開します。で MMSHIF というのがまたちょっと変わったフォーマットで、まあ、こんな感じなんですけれども、先ほど言ったようなPDB フォーマットの固定帳という制限はないので、いくらでも大きな構造が原理的には書けます。これのフォーマットの読み方については後で詳しく説明します。で、まあ、MMSHIF というのはこのもともと X 線結晶解析の分野で開発されてきた非常に特殊なフォーマットなんですけれども、それを NMR と書いた構造とか、ゆくゆくは電子顕微鏡で解かれた構造などにも拡張できるようにした改良したフォーマットですね。でだけど、まあそれは非常に狭い業界で決められたフォーマットなので汎用性がないということで、もうちょっと汎用性を持たせるためにこれを XML に直訳した PDML フォーマットというのも用意されています。で PDML の内容は全く MMSHIF と同じなんですけれども、まあ、フォーマットが XML であるというだけの違いです。で XML は何がいいのかというと、まあ、XML は非常に汎用的なフォーマットですので、ソフトウェアが非常に充実しています。なので、まあ、既存の XML を処理するソフトウェアを使えば、まあ、このファイルを読み書きできるという利点があります。 MMSHIF の場合非常に特殊なフォーマットなので、それを処理しようとすると、まあ、自分でパーサー書いたりですね、あるいは、まあ、そういうパーサーライブラリーを読み込んだりということが必要になります。で、まあ、それに加え、まあ、この3つが基本的なフォーマットになります。でそれ以外に PDBJ ではちょっとしたアノテーションを付加した PDBML プラスというファイルを提供しています。でこれはもともとの PDB のデータには機能情報というのがちょっと貧弱なところがありますので、まあ、そういうのを若干補ったようなフォーマットで、形式としては PDBML を少し拡張した形になっています。でもうちょっと専門家向けなんですけども、 RDF というちょっとセマンティックウェブ向けのフォーマットにこれを変換したものもありますし、あと X 線の場合にはですね、構造因子という、まあ、要するに X 線の元データですね、それも公開するようにしています。で使う人に便利なようにですね、生物学的単位というのもあらかじめ変換したフォーマット、まあ、PDB フォーマットですけれども、も公開しています。で、まあ、この構造因子はなんでわざわざこれ公開しているのかというと、まあ、データの信頼性を担保するためなんですけれども、まあ、何年か前にX 線結晶解析の分野でですね、非常に大きなスキャンダルがありまして、捏造論文なんですけど、論文を捏造しただけじゃなくて立体構造のデータそのものも捏造されてまして、それをちゃんとチェックするにはですね、構造因子がやっぱり必要なんですね。でそれと同時に PDB 世界WWPDB でも検証ソフトウェアをかなり作り込んでまして、で最近はこの検証レポートというものも一緒に公開するようにしてます。なのでちょっとデータが怪しいとかですね、感じたらですね、これを見て本当に大丈夫かなというのをチェックできるようになってます。でこれはもう最近論文を結晶解いて論文書こうとするとジャーナルのエディターからもうこれを提出するようにリクエストされるようになっているはずです。でだからあんまり質の悪いデータを登録するとリジェクトされる可能性があるということですね。
で、ファイル形式の簡単な説明はもうしましたので、まあ、ここは飛ばして、あの MMCF の読み方ですねについて説明したいと思います。これはあの実際に見ながらやった方がいいと思うんですけど、じゃあ何かエントリーのページを開いて、ダウンロードページを開いて、あの MMCF の画面表示というのを見ましょう。こういうデータが見れると思います。でです、基本はですね、あのまずデータがいろんなカテゴリーというものに分類されています。でカテゴリーというのはアンダースコアで始まって何カテゴリー名があって、でそのカテゴリーに属するアイテムがの名前が、まあ、ドットでつながっている。例えばアンダースコアエントリードット ID というのはエントリーというカテゴリーの中の ID という項目のことです。でエントリードット ID 1GOF というのはエントリーカテゴリーのID という項目の値が 1GOF でありますよという、そういう意味ですね。実際の例で見てみると、ここはですね、エントリーアンダースコアエントリードット ID 1GOF と、同じようにこれ意味不明だと思いますけれども、オーディットコンフォームというカテゴリーのリクトネームというものが mmcfpdx.dict でありますよという、そういう意味です。でデータベース2というカテゴリーのデータベース ID が pdb で、同じカテゴリーのデータベースコードが 1GOF であると、まあ、これはあの管理用の情報なんで一般ユーザーにとってはどうでもいいんですけれども、まあ、読み方としてはこういうもの読み方です。で、あの一つのエントリーは必ずこの最初データアンダースコアというタグで始まります。データアンダースコア 1GOF、まあ、この場合はたまたまエントリー ID が 1GOF なので、まあ、こうなってますけれども、エントリーをしてここは触ります。まあ、このファイル全体がデータブロックという単位を構成してまして、それが一つのエントリーになります。で、まずそのカテゴリーというものと、その中のアイテムというものがあるというのが基本的な考え方で、実際のデータの記述方法は2つありまして、まあ、キーバリューですね、なんかキーがあってバリューがあると、でキーというのはこの場合はエントリードット ID、まあ、これがキーと呼ばれたので、バリューというのは値というのはこれですね、まあ、そういうペアになって記述されるというやり方と、あとループというあの記述の仕方があります。まあ、基本的にはあの概念的には同じものなんですけれども、キーバリューの記述をする場合には、まあ、そのカテゴリーのそのアイテムはこのエントリーが1つしかないという場合で、複数ある場合にはそれを繰り返し書くことになるんですけれども、まあ、その場合にループという書き方を使うということですね。実際見てみると、まあ、これは今言ったようなキーとバリューという書き方ですね。これもキーとバリューなんですね。でそれに対してもうちょっと下に行くと、これループというのがありますよね。このループというのはここから、まあ、ここまで一つのブロックになっているんですけれども、まあ、データベース PDB レブというカテゴリーのラムデートなんとかなんとかっていう、まあ、こういうアイテムが複数あるという場合にループ構文を使います。まあ、こういう順番に、まあこういう項目が並んでいる。なんでこれ1番2番3番4番とありますけども、4回繰り返しているんですね。でこの最初の NUM というアイテムがこれで、 DATE というアイテムがこれで、 DATE ORIGINAL というアイテムがこれで、 STATUS というアイテムがこれで、リプレイシスというアイテムがこれで、モッタイプというアイテムがこれで、
まあ、こういう順番で、まあ、こういう項目が並んでいるというそういうことですね。で特に各値がない場合にはハテナマークがかかります。でこの下もそう同様ですね。あ、ついでに説明しておくと、これはどういうカテゴリーかというと、このエントリーがいつ登録されて公開されて、場合によっては更新されたかというそういうカテゴリーです。なんでこれは、デートというのがこれが、最初にリリースされた日付ですね。でデートオリジナルというのが登録された日付93年の9月31日に登録されて94年の1月31日に公開された。で、まあ、リプレイシスというのはこれデータをですね更新した場合にエントリーエリアが変わる場合があるんですが、まあ、そういう場合に書かれる項目なんですけども、この場合は別に変わってないですね。ここにもループありますけども、これオーディットオーサーっていうのは登録した 人たちの情報です。でこの場合は伊藤さんとフィリップスさんとノールズさんが3人で、まあ、強調で登録してますので、まあ、こういう順番で並んでる。まあ単純ですよね。書き方としてはこの2つしかありません。でタグの意味っていうのが、まあまあ、タグカテゴリーとしては多分300ぐらいカテゴリーがあって、アイテムの数は多分、合計するともう数千個あるんですけども、それ全部覚えるのはもちろん無理なんで、ちゃんとそれはどういう意味か検索できるようなインターフェースが購入されてますので参考にしてください。まあ普通読む分にはそれ全部いちいち調べなくても、まあ、大体わかると思います。まあ、これ今説明したところですね。で、まあ、実際のファイルを見るとキーバリューがあったときに、まあ、最後に大体シャープがついてますね。で、まあ、公開されたファイルは普通ついてます。でこれはまあ別になくてもいいんですけど、文法的にはこれはシャープから始まったら行っていうのは、まあ、その行全体はただのコメントですので、文法的にはなくても構わないんですけれども、一応印として人の目で見て分かりやすいようにシャープをつけてまして、まあ、自分でパーサー書くときも楽なんですけれども、まあ、ここで一応一つの塊に終わってますという、そういう慣習です。でループの場合も同様に、まあ、ループ始まる場合にはループアンダースコアというのが始まるんですけども、終わりの記号というのは別に文法的には定義されてないんですね。だけど一応分かりやすいようにシャープ記号をつけるようにしています。であと注意すべきところは、これ1行に1項目こうキーが並んでますけれども、これはもう慣習で、文法的には別にこれ一行にずらーっと全部書いても構わないんですね。スペースさえ入っていれば構わないんです。だけど、まあ、そうすると読みにくいので、こう書いてるだけで、それも慣習ですね。で、これも、一行に、これ、このまとまりをずらーっと書いてますけども、これも慣習で、これ、1、2、3、4、5行ありますけども、これ5行をまとめて一行に書いても別に構わないんですけど、まあ、そうすると読みにくいので一応こう書くことにしているという、そういう慣習コンベンションです。まあ、自分で書くときもこう書いた方が多分賢明だと思われます。まあ、こういうのは文法がちゃんと機械的に定義されているから、そういうふうにできるんですけど、
それが MMCF の一番いいところですね。PDB フォーマット、昔から使われているフォーマットはそういうのが厳密に定義されていなくてですね、機械処理をしようとするともう例外処理だらけになって非常に厄介だったんですけれども、そういう問題が MMCF とか PDBML ではなくなっていますので、少なくとも書き方が文法的に正しいかどうかというチェックは自動的にできるということですね。で、PDB のデータで一番重要な情報というのはやっぱり座標、原子座標の情報なんですけれども、それはこんな感じで書いています。これもやっぱり原子がたくさんありますのでループ構文なんですけれども、こんだけ一つの原子に関するデータというのがあり得るんですね。とはいっても、全てのエントリーの全ての原子でこれ全部要求されるわけでもなくて、いらないあるいは観測できないとか、いろんな都合で得られないデータというのは、例えばドットとかアテナとかで、書かれています。それ以外のものはちゃんと書いてるんですけど、これパッと見た感じ普通の PDB フォーマット、伝統的なフォーマットとよく似た感じで、アトムというのが書いてあって、原子の名前、元素記号、原子の名前、残機名とか XYZ 座標、オッパンシー、B ファクターと同じようなものが書いてます。でだけどよく見るとですね、これ残機名こうやって書いてますけども、ここにも残機名があるんですね。で原子名もここにありますけれども、ここにもありますよね。なんか似たようなものが複数あります。でこれは原子の番号ですけど、これは残機番号がこう書いてますけれども、残機番号に相当するものがやっぱりここにも書いてあるんですね。なんか似たようなものが2つ書いてます。でこれがちょっとMMCF がちゃんとしたデータ処理をしているという一つ の例なんですけれども、それはまたゆくゆく説明していきます。で、先ほどカテゴリーの種類が300種類ぐらいあって、全部覚えているはずがないと言ったんですけれども、大体知ってれば十分というカテゴリーがこんなもんで、エンティティアトム、ストラクト、ケムコンプ、サイテーションくらいですね。このカテゴリーというのも、さらに上位のカテゴリーグループというのがありまして、エンティティというのはそのエントリーに入っている分子の種類を表す用語です。エンティティに関連するものとしてエンティティとエンティティポリ、 PDBX エンティティノンポリ、これ大体推測できると思いますけれども、これは分子の大まかな記述ですね。でポリマーに関してはですね、ポリペプチドあるいはポリヌクレオチドに関しては、こういうカテゴリーに書かれている。でポリマーでない化合物、低分子化合物に関してはこういうカテゴリーに詳細な記述があるという、そんな感じになっています。でアトムというのは原子に関する情報ですね。一番重要なのはアトムサイトというカテゴリーで、それは先ほど見た原子座標の書いているカテゴリーです。それと構造の特色をまとめたストラクトというカテゴリーグループがありまして、ストラクト、ストラクトコンプ、ストラクトシートなどなどありまして、これが構造、全体的なカテゴリーで、アルファヘリックスとかスリケンヘリックスとか、そういう主に螺旋ですね、あるいはターンに関する情報がストラクトコンにありまして、ストラクトシートはベータシートに関する情報ですね。どの残機からどの残機までがヘリックスあるいはシートであるかとか、そういうことが書いてあります。でコンというのは化学結合に関するカテゴリーです。ストラクトコンですね。でケムコンプというのは化合物に関するカテゴリーで、ここと関係あるんですけれども、化合物に関するデータがいろいろ書いてます。
で、サイテーションはまあ文献に関する情報ですね。一つのエントリーが一つの文献に関連するというわけでもなくて、まあ、場合によっては複数の文献に関係しますし、場合によっては一つの文献が複数のエントリーに関連する場合もあります。あとカテゴリーとカテゴリーの間にもいろんな関係があり得るんですけれども、まあ、公約関係と呼んでますけれども、例えばこれストラクト・アスイムというカテゴリーがありますけれども、これはチェーンが複数ある場合に A チェーン、B チェーン、C チェーンと名前を付けますが、そういう ABC のどのチェーンがどういう分子であるかっていうのを記述するための関係です。でこれはまあ ABC、DEF と、そういうアシンメトリックユニット、非対称体の中にある分子にこういうラベルを付けてますけれども、それがエンティティでいうと、1番、2番、3番、4番、4番、5番というものに対応しますよという、そういう関係が書いてあります。で、エンティティ ID を見ると、1番がポリマーで、2番がノンポリマーで、カッターでという、まあ、そういうのがありますね。で、これ、4、4となってますので、これ4番で見ると、まあ、酢酸ですね、が、まあ、2つ入っているというのが分かります。まあ、こういう関係を知っていると、まあ、自動的にいろいろ分子の対応付けをしたりとかですね、そういうのができるようになります。で、先ほどちょっと話した同じようなデータがなんか2つ出てくるということなんですけど、これですね、こちらの方は、アトムサイトカテゴリー、これ全部アトムサイトカテゴリーですけども、ラベルアトム IDラベルオルト ID、ラベルコンプライント、まあ、レイボーなんとかっていうのが書いてまして、まあ、それがこれなんですね。アトム ID はこれで、オルト ID はこれドットで、コンプ ID というのはこれ、段記名ですね。で、アシム ID というのはこれ、チェーン ID というやつですけれども、A で、エンティティ ID は1で、残機番号はこれで、というですね。それに対してこっちの方は AUTH、オースシーク ID とかって書いてまして、まあ、こうなってます。で、この場合たまたま、同じになってるんですけども、これ違う場合はですね、何が違うかというと、これはこっちの方はですね、構造を解いた著者の人がどんなラベルの付け方をしてもいいんですね。例えば残機番号がマイナス10から始まってもいいし、いきなり100から始まってもいいし、まあ、どんな番号の付け方をしてもいいんです。それはその業界で の慣習に従った書き方というものが時々ありますので、まあ、それに従って著者がどんな番号の付け方をしてもいい。で、場合によっては残機名もなんか業界によっては特殊な呼び方があったりするかもしれませんので、まあ、そういうのをつけてよろしいということになっています。でも、そうするといろんなデータを比べたりするときにですね、非常に不都合が生じてきますので、もっと標準化されたような番号の付け方とか残機名の付け方とかいうのを、まあ、PDB として強制したものがこちらの方になります。まあ、それがラベルという。で、こっちの方は PDB が標準化したもので、こっちの方は構造解いた人が勝手につけたもの。どっちがいいとかどっちが悪いとかっていうのじゃなくて、まあ、使いやすい方を使えるように両方用意しているということですね。で、この例、違う場合の例っていうのは、例えば後の演習で時間があればやりたいと思います。で、これ早速その演習をやりますけど、この PDB のホームページですね、この横の方で、左の方で新フォーマットというタブが多分あると思います。これ実はこれ
不必要に高機能なウェブサイトになってまして、これ勝手に自分の好みに場所変えられるんですけど、だから人によってもしかしたら場所が違うかもしれませんけど、まあ、新フォーマットというのがどっかにあるかもしれません。で、あるはずです。で、それをクリックするといくつかその MMCF に関するプロモーションを最近かなりやってまして、いくつか講習会の資料があるんですけども、その中の平成23年の TDBJ 講習会 in 福岡で、まあ、福岡でやってる時の演習問題と回答というのが非常によくできてますので、まあ、これは一課課題の伊藤さんという方が作ったんですけども、それを見てください。これ全部やるとちょっと時間足りないのでやりませんけれども、まあ、時間があったらぜひやってください。で、まあ、一つだけ何かやりますと、これやってみましょうかね。 EC 番号、コースナンバーですね。見てみましょうか。1GOF を開いて、これガラクトスオキシダーゼっていう酵素ですので、酵素番号がついてるわけですよね。 EC ナンバーですね、 EC コードですね。それはどこにあるかと、まあ、それ まずそれは酵素で、まあ、タンパク質に関する属性なので、まあ、なんか多分エンティティなんとかっていうカテゴリーにあるんじゃないかなというのが慣れると分かってくるんですけど、まあ、実際これエンティティというカテゴリーに見るとここに TDDX アンダースコア EC というのが入ってもらいます。まあ、それが実は酵素番号を書くアイテムになってまして、これポリマーガラクトソチダーで分子量があって250から1.25ですね。で、この最後ですね、 1.1.3.9 というのが酵素番号になります。まあ、念のためもう一回GOF とやってサマリーページが出てきて、ダウンロード、まあ、それが面倒な人ですね。これここにも一応よく使われるダウンロードファイルっていうののリストが用意されてますので、ここで、MMCF というのがありますので、これ下矢印やるとパソコンにダウンロードされます。で、その横の画面表示というのをやると、出てこない。なんでだ、あれ、あ、ちょっとネットワークが遅いですね。同じようなものが見えます。これ回答も全部書いてますので、
ぜひ参考にしてください。で時間があったらもうちょっとやります。で演習問題2の方ですね。これが先ほどのラベルっていうのとオースっていうのの違いのを調べる問題なんですけれども、これ広大の 2DTM というエントリーを見てみます。これ CDR の、CDR っていうのは日本語でなんていうのかな、まあ光源認識部位のループが6つあるんですけど、そのうちのヘビーチェーンの3番目のループがあるんですけども、まあ、それの、まあ、この辺を見てみましょう。これ、読み方はですね、これH チェーンの95番目から H チェーンの103番目という意味なんですけども、これ H というチェーンの ID ですねがまず問題になります。これはちょっとあえて PDB ファイルから見てみますね。これが伝統的な PDB ファイルですね。でこれずっと下へ行くと まず絵を見ましょうか。これ Java が入っている人は JV か JMOL で見れますし、 Java 入ってない人はちょっと今ベータ版ですけども MOLMIL っていう JavaScript のこれダメですね、Safari では使えないんだけど Chrome では使える。まあ、こういう構造ですね。まあ、典型的なイミノグロブリンの構造なんですけど、例えばチェーンで色分けするとこれ2つポリマーチェーンがですね、この青いやつと緑のやつ、でずらーっと見ていくとこれ順を説明しませんけど、これ L って書いてあるのがこれ L チェーン、まあ、ライトチェーンですね、いわゆる軽い方の鎖でずっと下行くと長いな、H とヘビーチェーンというのが出てくるんですね。まあ、それの90何番目から103番目って書いてましたけど、まあ、この辺ですよね。でこれ見てみるとここ残機番号がずらって書いてるんですけど、これ99の後 100C100I100J とか、まあ、そういうのが書いてますね。でこれ番号に見えるんですけど、実は定義としてはこれ文字列なんですね。99というのはこれ番号、整数じゃなくて文字列として99と書いてあるだけで、これ実はここにスペースがあって、この場合は C という記号が書いてまして、これこの番号とこのアルファベット1文字で一つの組になってまして、それで残機を表すような形になっています。
その抗体の業界ではですね、フレームの部分の番号、残機番号というのが固定されてまして、ループの長さは抗体によって違いますので、長いものは例えば ABC とかっていう文字を付け足したり、短いものは番号を飛ばしたりするということがよくあるんですね。まあ、そういうのに対応するためにこういう書き方をしているわけですね。だけどそれだとこれ本当に残機がないのか、あるいはあるんだけれどもたまたま実験で見えなかっただけなのかというのの区別がつかないわけですね。X 線の場合だと揺らぎや大きな原子というのは観測できませんので、そういう場合には原子だけ書きようがないわけですね。なのでそういう場合は飛ばすんですね、番号を。でそういうふうに飛ばしたものなのか、あるいは業界特有の慣習によって飛ばしたものなのかという区別が従来の PDB ファイルでは区別できないんですね。でそれに対して MMCF は、どうしてるかというと、まずこの辺が PDB で付けたラベルで、この辺が著者が付けたラベルですけども、先ほどこれ L チェーンっていうのがありましたよね。それが PDB の付け方で A チェーンなんですね。で PDB で付けるチェーン ID っていうのは必ず A から始まります。A から始まって Z まで行って、場合によってはまあ数字になるかもしれませんけれども、文字が足りなくなると2文字使います。2文字でも3文字でも何文字でも使います。だけど PDB フォーマットでは1文字しか使えないので、チェーンの数が72以上になると困ったことになってたんですけれども、まあこれでは問題ないと。でずっと行ってH チェーンと呼んでたものがここでは D チェーンになってますね。機械的につけたチェーン ID は D になります。で著者がつけたチェーン ID は H になります。まあ、H の方が意味が分かりやすいですね。ヘビーチェーンという意味があるので。で、残機番号が、これ93、94、95、96と言ってますけれども、これずれてますよね。96、97、98、99と来て、これ100、100、100、100としてこれ106、107、108とこう変わってますよね。で先ほど 100C とか 100I とかっていうもの、その C とか I とかっていうのはちょっと分かりにくいんですけど、ここに書いてますね。なんでこの文字、1文字プラスこの数字で1つの残機を表すと。それに対してラベルシーク ID というのはもうこれは本当に整数としての整数なんで、文字ですじゃなくて整数なんで、記号をつけたということはなくて、機械的に106、107、108となっています。でここで102と言っているものはこう99になってて、ここで100となっているのはこれずっと下の100なんですけれども、これ106、107がここまでで、108がここになる。でこれ番号つながってたら必ずペプチド結合でつながっているという意味なんで、この間に残機は欠けてないんですね。だけど著者がつけた番号だと 100C から 100I に飛んでるわけですね。でここも106、
ここは102から106に飛んでますので、この間に103、104、105という3残機が抜けてます。この番号で飛んでるということは、あの結晶の中にものとしてはちゃんとあるんですね。だけど実験的に観測できなかったという意味で書いてないということがはっきりしてますので、これはあの監修によって飛ばした番号ではなくて、あの実際に見えてない。これ99、100っていうのはこれ繋がってるように見えますけど、実は繋がってないんですね。その間に何か別の残機、3残機実際に あるんだけれども、たまたま実験では見えなかったという、そういう例になってます。でそういう違いがありますね。今の演習はこのぐらいにしておきます。で、まあ、それがエントリー、かなり詳しくやりの見方ですけども、詳しくやりましたが、まあ、さらっとあのキーワード検索もやってみましょう。まあ、キーワード検索は、まあ、ただキーワード入れて検索するだけなんで、あの何でもあの好きなキーワードを入れてください。あの僕の好きなキーワードは、お酒飲まないんですけど、青森で、まあ、青森とか入れると、青森の黒麹菌から取ってきたタンパク質が出てきますね。まあ、キーワードにヒットするエントリーがずらーっとこんな感じで出てきます。で、まあ、この絵とかこの PDBID とかをクリックすると、そのサマリーページに飛びますね。で、あの日本語のページ皆さん多分使われてると思いますけれども、これここは日本語だったり、ここは日本語だったりするのが日本語ページで、まあ、これはブラウザの環境で自動的に判定されて、そういうふうになるんですけど、まあ、英語が良ければこう使ってます。一応トップページだけは中国語と韓国語も用意されています。で、なんで先ほど岸田さんからの授業でもありましたけど、あのライフサイエンス辞書っていうのをうちでも使ってまして、まあ、かなりの、あの日本語の専門用語もあの受け付けると思います。アミラーゼとかですね、まあ、日本語でアミラーゼは日本語なのか分かんないですけど、まあ、カタカナで入れても使用してますね。で、こういう検索した時にこうタブがいくつか出てくると思いますけれども、まあ、デフォルトでは PDB のエントリーに対して検索はされます。で、それ以外にもあの他のエントリー以外のデータ情報っていうのも、まあ、ウェブページにはたくさんありますので、そういうので6件、ステータス検索で4件ありますね。ウェブページはこれ何でしょうね。見てみると、あ、これはあの今月の分子でかつて取り上げられたアルファミラーゼの記事がヒットしてますね。とか、まあ、他もそうですね、あの今月の分子ですね。で、これステータス検索というのは何かというと、PDB に構造が登録されてですね、公開されるまでに ある程度期間があるんですけれども、まあ、それがどういう状態かというのを検索するものですね。で、編集処理完了、論文の公開まで公開ましてというステータスのアミラーゼの構造が実は PDB にはすでに登録されているというのがこれで分かります。
時々なんか このステータス検索にこれ嘘書いてる時もあるんですけども、あんまり信用しない方がいいと思います。著者によってはですね、どうしても姉ちゃんに論文発表したくてセンセーショナルにしたいので、あんまりそういう情報すらも公開したくないという人がいて困るんですけど、そういう人はちょっとなんか意味のわからないタイトルがついてたりしますので、ちょっと注意してください。で、もうちょっと詳しい検索したい場合にはですね、いくつかオプションがあります。今何やったかというと、この左側のタブからですね、検索というものがあると思います。それで、PDB 検索というのをクリックするとこういうページがありまして、これはあんまり詳しくしませんけれども、一番最近公開されたエントリーで、あるいは今週、先週かな、前回の水曜日に更新されたエントリー、公開されたエントリーで、あるいは亡くなったエントリーとかですね、置き換えられたエントリーとか、ずらずらずらっとありまして、ちょっとエクスパサーチは削除して、 SQL サーチというのが PDBJ 独自のサービスなんですけど、これ 裏でデータベース、関係データベースが動いてまして、SQL で検索できるんですね。でその SQL のクエリをここに貼り付けると、どんな検索でもできます。これはかなり熟練したユーザー向けなんですけれども、もし MMCF のカテゴリーとかですね、アイテムの関係をよく知っている方ならば、かなり有効に使えると思います。でこれ使い方とかですね、簡単なクエリなどの例はたくさん用意してますので、ぜひ参考にしてください。ここをクリックするとそのヘルプページに飛びます。で、もう一つは PDB 詳細条件検索というものですね。でこれでいろんな条件指定して検索できます。デフォルトでは、ID、キーワード、タイトル、公開日ですね、いつからいつまでの間に公開されたものかとか、そういうものしかないですけども、ここにいろんなアイテムが用意されてまして、例えば由来する生物種とか分解能とか、そういうものも指定して検索できます。で含まれるポリマーサーの種類っていうのもありますね。でここで例えば DNA とタンパク質の複合体の構造を検索したりすると、ポリペプチド L 体っていうのと、ポリデオキシリボヌクレオス DNA ですねっていうのが含まれると、この2つを選択して検索すると、検索とすると DNA とタンパク質両方含んだエントリーが出てきますので、それは多分大体DNA 結合タンパク質のはずですよね。そういうものが得られます。で実際見てみましょうか。これ 3OQO というエントリーで、
まあ、ここに DNA の二重らせんがあって、岩盤伝って、これ複合体になってますね。これはまあなんか典型的なヘリクスタンヘリクスのモチーフで、まあ、DNA に結合するという、そういう例になってます。これデフォルトってなってますけど、これ色使いはですね、青い方が N 端で赤い方が C 端、タンパク質の場合はそうなってます。で DNA の場合は、どっちがどっちかな、青い方が多分5ダッシュ端かな、で赤い方が3ダッシュ端だと思います。まあ、見方変えたい人は、まあ、ワイヤーフレームとかですね、まあ、CPK で見ることもできます。X 線の場合は水分子が見えたりするんですけれども、それが全部表示されると非常に見にくい場合もありますので、CPK without water というのも用意してますね。違いわかりますかね。あと、まあ、こんな感じで検索できます。まあ、これが、まあ、基本的な検索なんですけども、PDB ではいろんな、サービスが他にもありまして、例えば、まあ、巨大構造インテリというのが最近出てきたんですけど、要するに普通の PDB フォーマットに入らないような大きな構造ですね。まあ、これ普通のパソコンで見るのはなかなか大変で、ちょっと大きなメモリとかスペックの高いパソコン使った方がいいと思うんですけども、まあ、何せ原子の数が200万とかそのぐらいのオーダー、100万以上のオーダーありますので、かなり大変です。まあ、こういう構造に特化したリストも用意してます。で、まあ、シークエンスナビゲーターというので、配列のブラスト検索ですね、もできますし、ちょっとヘビーな計算になりますけれども、構造の類似性の検索というのもできます。まあ、PDBID を指定してもいいですし、まあ、自分が解いた構造を PDB フォーマットに保存して、それをアップロードすることもできます。そうすると、その配列じゃなくて構造が似たものは検索されるという、そういうサービスです。これはちょっと時間かかるのでやりません。で、EM ナビゲーターというのは、電子顕微鏡で解かれた構造の、まあ、簡単なムービーを集めたというか作ったデータベースです。電子顕微鏡というのは X 線とか NMR とかとは違って、まあ、原子の座標というのは直接は見れないんですけれども、まあ、見れないというか解像度高くは見れないんですけれども、まあ、もっとぼやっとした構造しか見れないんですけれども、まあ、大きな構造が扱えるということで、まあ、情報があるんですけれども、まあ、そういうものを集めたものです。まあ、こういうデータというのは EMDB というデータベース、これも PDB の一部になってなんですけれども、に含まれています。で、水槽というのは
タンパク質の機能部位を推測するためのサービスで、まあ、これも時間かかるので入れませんけれども PDBID とかあの PDB フォーマットのファイルを、まあ、構造をのデータをアップロードしてそれと似た構造を探して保存された部位を探して、まあ、機能部位を推定するというそういうものです。で、まあ、他にも使いますが、それ以外に、二次データベースというのもありまして、これ F サイトというのがありますが、まあ、タンパク質の分子表面ですね、原子の丸と棒とかの表記じゃなくて、まあ、水分子が接触できるような分子表面というのを、計算しまして、それに静電ポテンシャルをマッピングして、まあ、プラスのチャージが多いところマイナスのチャージが多いところというのが、まあ、見てわかるようになっています。そうすると例えば DNA 結合部位というのはなんか青っぽいのが多いなというのが分かったりするんですけど、まあ、そういうものを集めたデータベースです。例えばこういう、ブロックされました。なんで、まあ、このサイト大丈夫だと思うんで信頼してください。絵が2つ出るんですけど、まあ、分子表面だけだと何が何だか分かんない構造なんで、まあ、それと全く同じ角度から、まあ、同じ構造を違う表現で見た絵というのが同時に出てきます。で、まあ、これ見るとまあ、どんな感じで構造が認識されているのかというのが分かる場合もあると。もう DNA は真っ赤っかですよね。これちゃんと静電ポテンシャルをポアソン・ボルツマン方程式を解いて計算してるんですけど、まあ、DNA がこうあってこれ真っ赤っかで、これDNA を外した構造っていうのもまた別のエントリーとして用意されてるんですけども、それ見るとタンパク質側は多分真っ青になってます、まあ、こういう分子機能を理解するのを助けるようなサービスというのもいくつかあるということですね。で、他には多分これよろずみというサービスがちょっとおすすめなんですけれども、よろずみってどこや、エントリーのページでですね、この他のデータベース情報っていうところを見るとヨロドゥミというのがあると思います。これはアノテーションを見る機能っていうのとビューアーの機能を統合したようなサービスで、
はい、これまあ構造の絵がこう見れますけれども、構成要素がどういうものがあるのかなというのを見れたりですね、構成要素、えらいでかくなりますね。これ拡大縮小の仕方はですね、シフトキーを押しながらマウスをクリックしてドラッグすると、上に動かしたり下に動かしたりすると大きくなったり小さくなったりします。で、これ今同原子を選んで光らせるっていうのをして、それがクローズアップされ、ズームインされるんですけど、適当にズームアウトして全体の中のどこにあるのかなというのが見れますね。で、これ今度は酢酸だと思いますけど、こうなりますね。で、表示かな、もっとあるかな。これ今この上のプラスっていうところをクリックするともっとメニューが出てくるんですけど、機能部位というのをクリックすると、先ほどサマリーページの上のタブで機能情報ってのありましたけども、それは要するにリガンド結合部位の残機ですねがありましたけれども、それに相当するものが出てきます。で、例えばこの結合部位っていうのをクリックすると、なんかこの辺が ライトアップされますよね。で、これは結合している残機のに含まれて原子が光っているわけですけれども、これ今こういう表記法なんでよくわかんないですけど、これメインチェーンしか出てませんから、でそういう時はなんだっけな、スタイルか、スタイル原子モデル、原子
と棒かっていうのをやると、その昨日これに結合する残機に含まれる原子だけボーランドスティックで表示される。まあ、これ見るとどんな感じでどういう残機が結合しているのかなというのが分かります。これ見るとなんかアロマティックな残機が多いですね。これはチロシンかな、フェルニアにトリプトかコイノチロシンですかね、まあ、そういうのがこの酢酸を取り囲んでいるというのが分かると思います。もっと詳しく構造を見てみたいという人はこのソフトウェアも無料で配ってますので、ダウンロードして使ってください。まあ、JMOL っていうのはボランティアが作っているソフトウェアで、まあ、よくできたソフトウェアです。まあ、検索してもらえると分かってます。で JV というのは PDBD で作ってまして、ここで Service&Software ですね。でダウンロードしてインストールできます。で、まあ、マニュアルも用意されてますんで、ぜひ使ってください。よろずみは先ほどはエントリーページから言いましたけども、ここにもありますね。で、まあ、簡単な検索もできますんで、まあ、構造の絵を中心に見たい人は、まあ、最初からよろずに使うという手もあると思います。で あと 教材ですね、教育用のコンテンツとして、先ほどの今月の文章というのもありますけども、よろずにプライムというのもありまして、まあ、まだエントリー少ないですけれども、まあ、よろずみを使ってこういうタンパク質がどういう働きをして、こういうもので何が分かったかということが、まあ、簡単ですけども書いてます。これ電圏の構造ですね。まあ、ここに簡単な説明が書いてます。これ Mac ではJV 使った場合にコマンドプロンプトが出てこないんですけど、Windows か Linux 使ってる人は、JV を使った時にインタラクティブに構造が見えるはずです。で、まあ、そういうのが使えると、まあ、Windows か Linux 使ってる人はこの辺に
コマンドプロンプトが出てくるかもしれないんですけども、ちょっと文法を覚えるとそういうのを使って自分の見たい部分だけハイライトするとか表現変えるとかっていうのもいろいろできるようになります。で、それもマニュアルに書いてますのでぜひ勉強してください。それができるとですね、例えば論文読んでこの残機を置換しましたとかいう場合にじゃあどの残機ですかっていうのを色変えたりとかができます。で、Mac 使ってる人はそういうのをやりたかったら自分で JMOL だとできるのかな。JMOL ならできるかもしれないですね。これ今何したかというとコントロールキーを押しながらマウスでクリックしてやると、こういうのが出てきます。それでコンソールっていうのを選ぶとこういうのが出てきますね。例えばセレクトオールってやってカラーブルーってやると、全部選択して色をブルーにするというのが出てきますよね。でセレクト 101CPK オンとやるとってやってランって押すとあれ101番目ありますね。ちょっと色も変えましょうか。でカラーマジェンタしましょうか。でやると101番目の残機を選んでそれを CPK 表示にしてカラーをマジェンタにするというのができます。でこれがそれですね。ちょっと今マウスのクリックをしすぎて距離測ってしまいましたけれども、でこれ残機名でも選択できまして、セレクト例えばグリシンとかかなCPK オンカラーグリーンと、こうすると今グリシン、グリシンでしたっけ、グリシンばっかり選んで CPK で表示してグリーンで表示すると、あんまり意味ないですけど、結構豊富な表現が可能になります。でタンパク質以外のリガンドを全部選択したいという場合はセレクトヘテロとやると多分できるはずで、これはワイヤーフレームしましょうかね。
セレクトヘテロとやって、ワイヤーフレームオンとやって、やるとヘテロというのは伝統的な歴史的な経緯でそう呼んでますけれども、タンパク質以外の化合物という意味です。ヘテロを選んでワイヤーフレームを置いていく。でこれはウェブサイトで使ってます、アプレットとして使ってますけれども、それ以外にもスタンドアローンのプログラムとしても使いますので、まあ、JMOL なら JMOL サイト行ってそれダウンロードして自分のパソコン使えますし、 JV も同じように使えます。でそうするとコマンドラインと一体になって、まあ、こういう操作ができるようになります。まあ、こういうソフトっていうのは いろんなものがありまして、まあ、JMOL が非常にポピュラーですけれども、まあ、ちょっと絵があんまり綺麗じゃないですね。ちょっとジグザグしてます、ね、なんで、まあ、綺麗な絵を使いたい人は、まあ、例えばパイモルっていうソフトもありますし、まあ、キメラというのもあります。まあ、大抵フリーでのバージョンがあります。もちろん商用のすごい高機能で高いやつもありますけど、まあ、そういったまあ、パイモルが最近だとメジャーですかね。若干お金かかります。まあ、JMOL はフリーで、JV もフリーで、キメラも多分フリーだと思います。まあ、JV とか JMOL とかで、まあ、PDB のサイトに関する質問とかありましたら、PDBJ のページで、あれどこだっけ、お問い合わせからメールが送れますので、質問をお寄せください。日本語でもいいです、英語でもいいですけど、登録に関する質問というのは全部英語じゃなくちゃいけないんですけれども、まあ、使い方に関する質問だったら日本語でも構いません。これ英語でじゃなきゃいけないっていうのは、その登録に関するやり取りっていうのは全部記録に残さなくちゃいけなくてですね、それを日米欧で共有する必要があるんですね。なのでそういうふうになってます。だけど、まあ、サービスは PDBJ 独自なんで日本語でも構わないということですね。まあ、これで大体終わりですけど、何か質問があれば、あるいはもっと詳しく聞きたいところとかあればありませんか？